どうも、バタヤンチャンネルでーす。今日はですね、炊き込みご飯を作ろうと思います。ほんでね、なんか炊き込みご飯も私いつも一種類やから他のと思ってんけど、このお母さん炊き込みご飯作ろうって言ったら、イエーイ、美味しいの食べれるって言って子供が喜んでくれたから、またこの炊き込みご飯や。これ、だからこれも調整せなあかんな、他の炊き込みご飯もね。ちょっとあれですけど、今日はもう鶏とごぼうの炊き込みご飯。それでいきましょう。よっしゃ。ほんなはじめ、このささがきにってね、ささがきが言えないお年頃ですね。ささがき、大きい声で言ったら言えますね。ささがき、大きい声で言ったら言えます。ほんで、ささがきごぼうは1本って書いてますけど、このごぼうは細いですから、2本いっちゃいましょう。2本いっちゃいましょう、タイムでございます。これ軽くこれで洗おうかな。これ洗いごぼう言うのかってんけど。私、いつも忘れるわ。これ、ピューラーでやってたよね。最終的にピューラーでやってたよね。最終的にピューラーでやってたと思いますが。洗いごぼうのこういうところにも、栄養あんねんやろうな。これ、やらんでいいんかな、これ。あ、折れた。でも一応やっとこう。独り言が、案の定独り言が多くてすいません。コーヒー飲みながらしよっかな。コーヒーやろうか。軽く洗った感じで。笹垣子をしましょう。笹垣子先生を。そうやな。これいつも長いから折ってしまおうか。折った方が早くでちょっと。なんか、水につけとこうか。こなしてな。ほんで、こなしてな。お湯ないわ。お湯入れるで。よっしゃ。炊き込みご飯言うたら、私、おこわみたいなのもしていいんかな？どうなんでしょうね。おこわとか、おこわ言うたら、もち米でなんかするって、私ね、これ言う、何回も言ってるか。私の父親方のおばあちゃんが、いつも作ってくれてるね。昔の生きてる時に作ってくれたバーハンいうのがほんまに美味しいねんけど。あれが作れた。でもあれもね、大量に作んのと、やっぱり、蒸し器やな。あれむちゃくちゃ美味しかったんよね。だちょうど今日はバタヤンランチ会の後でね。あ、これぐらいでいいな。ささがき粉をしていって。早い。だからそんな考えたらおばあちゃんところの家も、特にうちの実家の おじいちゃん方、お父さんの実家、鹿児島の祁答院っていうところでね、ほんで、祁答院に、あれが公民館あんねんけど、公民館の横の大きな一戸建てやったのは昔ながらのね、平屋の。で、天井は高くてさ、で結局最終的に火事で全部なくなっちゃったんだけど、でもほんまに今考えたら、だから変な感じやったわ。なんかね、ご飯食べるところがあって、そこの横をガラガラって開けて、スリッパ、外スリッパ言うたらベランダみたいな外スリッパ履いて、台所に行くのよ。本当に。もう土間やわな、土間。だからそこはもう掃除機とかかけへんよね。こう、ほうきで履いたり。言うたら水をジャーッと下もジャーって流せる感じ。だから私思った、あんな思ったら、田舎の写真ってね、田舎の写真こうやってイエーイとかおじいちゃんとおばあちゃんのこなして写ってる写真は何枚かあんねんけど、家の写真っていっぱい撮っとけばいいと思う。特にうちなんか火事で焼けちゃったから、ほんでいちいちその写真をね、人は撮るけど場所なんか撮らんでいいと思ってまう。家の中を撮る必要ないと思うけど、やっぱりさ、火事で亡くなるとか、例えば最終的にそこを取り壊したりするっていうのとか、あるわけやん。だから、私家の中の写真っていっぱい撮っとくのもいいかなと思った。うちの今の実家もそうや。今はさ、実家帰ってもさ、もう普通やん。家に帰って、パッて見る風景が普通やけど、いつかそれが見れなくなると思う日も来るわけやんか。うちの両親がね、亡くなった後は。ほんなら、今の家のごちゃごちゃした感じの、
家をちゃんと取っとくっていうのも非常に大切やわな。うん。そんな風に思う所存です。所存女です。それ考えたら、ポットン便所みたいになってんのよね。うちの実家、田舎。それも雰囲気取っとけばよかったな。牛小屋があって。そう考えたら、ちっちゃい時の写真って、だから今、そうやわ。そうやわ。だから、今でこそ、スマホでね、写真撮ろうと思ったらすぐ撮れて、動画撮ろうと思ったらすぐ撮れるわけや。でも昔は、映るんですでもない、普通のカメラ、自分でカチャッとフィルムを入れてっていう写真で、一枚一枚撮るのが、すごくこう、もったいないからさ。今はさ、はい、チーズ。はい、もう一枚行きます。はい、チーズ。はい、もう一回行きます。はい、チーズって、同じ写真を3、4枚撮るときやるやん。その中で一番いいの選びたいから。昔は、はい、チーズって言っても、その一枚が、で終了やん。もう、どっちか言ったら。それは何枚も撮るような、そんなもったいないフィルムが。だから、その時代に、家の写真を撮ろうなんて頭ないんやろうね。人は撮るとし、人は思い出として残ると思うから撮るけど、だからそう考えると、あれだな。うん。大切だな。だから皆さんね、今、たまに実家帰省します、言ったら、お父さんとお母さんの写真撮るだけやったりするけど、ほんまに家の写真、家の、だから私、ほら、これ今年お正月帰った時にさ、うちの母親と一緒に台所立って、動画撮ったけど、ああいうのも、台所立ってるけど、台所も映ってるやん。今は何も思えへんけど、ほんま、将来的に20年後、30年後見た時に、うわぁ、懐かしい。例えば、お鍋1個取ってもね、このお鍋あったとかさ、そうなってくるよね、絶対。だからみんなそういうのも撮りましょう。本当に。だから私ちっちゃい時のさ、自分の子供の時の写真見て、自分たちがこうやって写ってるけど、後ろに写ってるゴミ箱が懐かしかったりするんやから。ほんま。ほんで、そのゴミ箱がまだ家に未だにあるっていうね。それがびっくりするよね。家の中にはなかったな。ベランダの端っこに置いてあった。ベランダのゴミをそこにとりあえず置く場所みたいになってた。そういうのも大切だわな。いろんな写真もっと撮、だからやっぱ昔は撮られへんかったよな。だって動画なんかないもんね。ちっちゃい時の自分の動画。お金持ちの人とかはさ、ビデオカメラとかがあったかもしらんけど。だから今の子はいいよね。動画も、写真も。で、その写真もさ、なんか写真をこうスライドショーみたいなんでバン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 見れていけたりするわけやん。こんな時代に本当にありがたいよ、子供たちは。本当に幸せだよ。親としても幸せやわね。それを残せるんだからね。だから今でこそスタジオアリスとかでさ、なんかこう七五三とか、初絶句とかの写真撮ったりするけど、私家族でそんななんか写真館行って撮った写真なんか一枚もないわ、そんな考えたら。普通にみんなでなんか誰かに撮ってもらった写真はあるけど、家族並んで。だからそんなん言い出したら家族写真も撮らなあかんね。私この前実家帰った時に家族5人の写真1枚撮ろう言ってたのに、それもできへんかったな。で、兄弟3人の写真も撮らないでたのに、アホみたいに酔っ払って撮ってない。バカ誰だよ。もう後で撮ろう、後で撮ろう言うて、もう気づいて朝なってんねん。前にも酔っ払って、あんまが。ろくなことがない、ほんとに。ろくなことがないっす。家族写真は撮っとかなあかん。だからそんなん言うたら、うち子供を、うち実家でずっと猫20年、23年、4年飼ってた猫が亡くなったけどね、2年前に。だからその写真もいっぱい出てくるわけ。それは、よう撮ってたからね、写真は、猫の。だからあんなも、やっぱ猫も老けてんで、昔こんな若々しかったんや、みたいな。
最後もほんまおばあちゃんやったから、昔はこんな若々しかったんだってなるんだろうな。だから私のこのやってるおしゃべり料理もね、まあ私の中ではこう、もう一生続けたいなと思うからあれやけど、今はさ、これでもおばちゃんや言うてるけど、これが20年後見た時めっちゃ若いってなるんでしょ、これが。めっちゃ若いってなんねん。今は一番今日年寄りですけど、ね。20年後に見たらこれめっちゃ若いな、バターやみたいなことになるから、そういうことやわな、はっきし言うて。だからさ、今日が一番老けてるじゃん。今日が一番若いか。ね。今日が一番自分の人生の中では一応若いから。でもすごく若く見える人って何してはんのかな。声とかも若々しかったりするし、私声が若々しい、まあ、私はただ声がでかいだけの話で、若々しさも何もないけどな。でも可愛い声とかに生まれたかったな、可愛い声。でも逆に言うと可愛い声やった私がこんなこともして、なんでこんな声になったんやろね。酒かな、やっぱね。アルコール、うん。アルコール消毒っていう言葉あるのに、なんで消毒されんとこんなぐちゃぐちゃなってんねんね、喉が。消毒、アルコール消毒によって綺麗になるんじゃないんですか？なんでこんな風に、あ、焼けてんのか、アルコールって。アルコールによって喉が焼けてんのかな。かといってそんなにめっちゃ飲んでるわけちゃうねんけどね。バタヤ宴会の時とかはもちろんなりますけど、それ以外でそんな、アホみたいに飲むってこともそんなないねんけど。ちょっと洗っとこう。なんか土の茶色いのがいっぱい出てくる。アクなのか、土なのか、アクなのか、土なのか、いう感じです。よっしゃ。ほんでから、ほんでからです。ちょっとこの残ってるやつを切りまして、これがどっちが上。よし。これはささがけにできへんもん。地道な作業。いっか。これはあれに入れよう。今日豚汁しようと思ってるから、もうこれと豚汁で、これは豚汁にしよう。ちっちゃく切って豚汁にしましょう。そうじゃないともう拉致が開かないわ、これは。よっしゃ。んで、鶏肉切って、椎茸切ってにしようかな。鶏肉を先生、お、よいしょ。今日ね、うちの息子がなんかスクランブルエッグ？なんか家庭科の授業で、スクランブルエッグと、なんか写真で見たんかな？スクランブルエッグと、ウインナーを食パンに挟んで食べるっていうのを明日の朝したいって言うから、応援よ、って言って。俺自分でスクランブルエッグ作ったらええやんって、作り方がわかんないって言うから、いや、あと YouTube で調べたらいいやんって言って、自分でね、朝 YouTube でスクランブルエッグの作り方って言って作って食べてはったわ。偉いわ、そんな。もちろん簡単なことやで。簡単なことやけど、自分でさ、ボールとお箸で混ぜて火つけて油やって、偉いやんか。なんかいろんなことができるようになってきたわ、お兄ちゃんも。ほんで、弟と妹が、美味しい美味しいって言ってちょっと食べてはった。かわいいな。お兄ちゃんすっごく美味しいよって、ほんまに美味しかったわ。これちょっと待って、こうしとこうかな。ふわふわしてた。私がやったらカチカチなんねん。なんかふわふわしてたわ。なんであんなふわふわしてんねやろ。これ 1.5 枚言うてるけど、もう2枚入れちゃいましょうかね。油身はもうしてんねん。ああ。カンピロバクターがね、ありますけども、そこまで怖がらずに行くという所存でございます。炊き込みご飯も、なんかね、みんなに、なんか今まで、あ、うちの炊き込みご飯はツナとこんなんです、みたいな、あったりして、
一個聞きたいね。ツナの炊き込みご飯でしたら、なんか生臭い？なんか魚の臭み出ないかな？大丈夫なんかな？そういうのって。なんか作ってもないのに、そういうの気になっちゃうね。でさ、作ったら作ったで、もし全然食べへんかったら、その3合作って食べへんかったらと思うね。これやったら絶対食べてくれるから。皆さんぜひ作っていただきたいわ。これめちゃくちゃ美味しいから。めちゃくちゃ美味しいから。うん。結構大きめにお肉切ってもいいのかな。ふぅ。なんだか。疲れるような疲れないような、なんか疲れると言ってもなんかあれもやらなあかん、これもやらなあかんっていうことがちょっと多すぎて、これなんかそれが一個終わってもまた新たにやらなあかんことが出てきて、はあ、大変だ大変だわ大変だわさ大変だわさ。でもそんなん言ったらみんなそうやもんね、みんなそうやもんね、なんかあれもこれもやらなあかんで、ね、何にもせんでいいとってほとんど言ってないやん。よっしゃ。なんか小原さんのブログ見たら七五三やってはったわ。あんな七五三っていつやってもいいんやな。なんか勝手に秋口や思ってたけど。確かに今や。よくさ、なんか七五三早割りとかっていうのよくあるけど、めっちゃ早割り、早割り、早割りなんのかな？こういうゴールデンウィーク前とかにやってると。どうなんだろう。確かに気候もいいしね、今暖かくなって。なんで秋にやるってなったんやろな。今ぐらい、でもそうか、早生まれの子がおったら、ちょっとちゃうからかな、七五三の三の場合は。そうやね。うちの娘が今年あれすんのかな、あれもよう分かれへんね。数えとなんやとって言ってあるでしょ。だからうちの母が去年ね、あの、りえちゃん、今年が、あの、あかりちゃんの、何あれ、七五三でしょとか言って、って言って、いや、来年のつもりやけどって言ったら、今年だよとか言って、ほんで、いろいろ調べたら、ま、去年から言うたやだよ。なんか地方によってちゃうかったんかなんか忘れたけど。で、今年でええってなって。で、友達みんな今年のつもりでおったよって言うから。あれも女の子が35で、じゃあ37で、男の子が5やな。うん。でも、小原さんのところは男の子やけど7歳も、7歳もやってるってことやな。まあ、そんなもん、なんかやってもやらんでもいいやろうね、その、やったり。男の子で、男の子やからこことか関係ないのかな、ああいうのって。まあ、袴とか着せたりするのは楽しいもんね。よいしょ。よし。もうちょっと入れたくなるけど、これは入れたら入れたらへんてこりになるか。3枚もいらんか。2枚でええな。2枚で十分です。2枚で十分個です。で、このまま入れたいねんけど、この辺にカンピロバクターがついてる可能性があるから、ビニールで。で、こうやった時、この、ここにもカンピロバクターがついてる可能性ありますからね。どうしたらいいんだろう。カンピロバクター防止や、こうなったら。でもちょっとでもつかないように、よいしょよいしょよっしゃんで、しいたけを先生切りましょうかね。椎茸雄先生を。よいしょ、ごらんせ。
今まだあれがあんねんけど、スライスしたやつ。これが安かったし、これちょっと買っといた。椎茸4、5枚って言ったら大きいからこれでいいか。ほんでなんか椎茸の軸だけでなんか炒めて美味しいみたいになったから、今椎茸の軸だけも、椎茸の、あれ、椎茸の軸だけ入れてる。これこれこれ。椎茸の軸だけを集めたタッパーって。何をどうしたいんだいう感じやけどね。何をどうしたいんですか、あなたはっていう。よっしゃ、今日はちょっとボール祭りにさせてくださいね。洗うのは私ですから、洗うのは私。やっぱこういうのはこれしなあかんからね、この足しなあかんから、硬いところはいらない。その硬いところはベジブロスにしようか。この軸のところは食べられるみたいやから、よし。こっちベジブロス。で、こっちもベジブロス。ここベジブロスで、ここは。だからこの前ね、スーパーで、まあ、花マサやけど、こんなでっかい袋にパンパンに入った椎茸が、パンパンでもないな、ふんわり入った椎茸が、398円やったの。てか私今度からあれ買ってきて全部スライスして冷凍したろかな。ほんでその時の軸だけでなんか炒めるのあれ作ったろかな。それがいいかもしれんよ。で、これはベジブロス。ベジブロスもいっぱいになってきたわ。パンパン。パンパンでーす。ベジブロス。これ椎茸の軸だけ入れて、軸だけ炒めみたいなのが美味しいって書いてたから、よし。ほんでこれかな。でも私これだいぶね、うまくなった方やで。この切り方、あの手さばきは置いといて、速さと薄さ、どうなってるはず、多分。多分ですけどね。うわ、怖っ。調子乗って、別に見なくても大丈夫みたいな雰囲気したけど、あかんわ。やっぱりちゃんと手元は見とかないと怖いよね。やっぱこのまな板してよかったなぁ、なんか。あの、重たかったりするけど、別にそんな苦じゃないし、音もいいし、これは買って大正解かもしれない。よし。これぐらいなんのか、結構いるな。ちょっと待ってや。で、先に調味料合わせとこう。醤油第3。もうこう決定せずに、これがまあ助かってまーす。醤油が第3。醤油が第3。あれ？せやせや、今これなんかええやつがあったから、ここにしたんだね。醤油が第3。これは多分冷蔵庫入れんでもいい感じやね。こういう感じやから、よいしょ。醤油第3、酒第3。あら、これみりん3もないし、みりんの替えあったかな。うわー、みりんの替えあったような、なかったような、ちょっと見てくるわ。子供たちね。
ありましてありましたでございます。みりんが3、醤油、酒、みりん、あ、さきさ、え、あ、ごめんね、大きい声出した。こうババアってこういう時にキャーとかアホみたいなことか声出すから、私みたいなのはダメだ。酒、醤油、みりん、三三三ね。三三三、おてんとさまさま、三三三。たんたんたたらたら、三三三。よいしょ。ほんでやな。何すんねや。砂糖 1.5。砂糖 1.5 とあれは後で入れようか。ここ入れたらまた混ぜるの大変やから。砂糖と私、オッケーオッケー。で、これはもうちょっとつけちゃって、油。この上からいっちゃいますから。こんな感じで。こんな感じでいっちゃいましょう。大丈夫ね、大丈夫な。はぁ。お肉大きすぎたかな。大きすぎたかな。いつもすごくちっちゃく切るんだけど、まあいっか。いいとしよう。お肉がゴロッとしてる方が美味しいよね。ごぼう、しいたけで全体的にざっと炒めると。色が変わったらってから色変わってません。これピンクになってますからね。まだまだ可愛らしいピンクですから、色が変わってませんからまだ入れません。コーヒー飲もうかな。でこれをちょっと置いている間に、で米はもう溶いて、米は3合溶いておいております。ふふふ、コーヒー飲もっかな。今これしながらコーヒー飲むか。こんなんじゃ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 ん混ぜてたら余計にあかんって言われたこともあったな。へっへっへ。やっ、かわいい声が出ちゃった。やで、スプーンでいちいち混ぜなくても、お湯の勢いで混ざってんですよ、こういうの。今までの経験上ね。スプーンいらずでーす。でも私思った、今スプーンいらずでーってスプーンおばさん思い出してんけど、スプーンおばさんの歌ね、まぁ、ちょっとどっか間違ってるから、タラランスプーンおばさん、チャララ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 ラって、もうほとんどチャララやけど、あんなんもね、うちら子供の時に歌うって言ったらアニメソングやったやん。今の子らってやっぱ YouTube とかがあるからなのか、アニメソングなんか全く歌えへんわ。なんか、全然、なんとか、東京四畳半のうんぬんかんぬんいう歌やったりとか、ほんで、この歌何回聴いてもいいなって言いながら大人の歌を何回も聴いて歌ってんねんで。やっぱちゃうな、今と昔のコーラいうのはほんま。びっくりします、ほんとに。これでも色が変わって 100% の中に火が通ってるとは思えないけども、最終的に炊飯器で炊くからな。
ざっと炒めて、ごぼうが多すぎるかなと思うけど、どう見ても多いんですけど、いいんです。これを子供たちが、多分これがお味噌汁に入ってたら食べへんねんけど、これほんまに皆さんこの炊き込みご飯作ってみてください。めちゃくちゃ美味しいから、めちゃくちゃここに美味しいから食べてみてください。食べてみてくださいまで。で、今日この後にあれなんだよな、子供の習い事連れて行かなあかんけど、その後なんかいろいろあるから、ちょっと今のうち作って、家帰ったらその何これがもう炊飯器炊けていて、あとは豚汁みたいな、なんで豚汁みたいなんていうかって言ったら豚汁じゃないねん、豚汁みたいなやつやから、どう見ても。だからそれを作ろうかなという所存です。よっしゃ。砂糖が 1.5、 第 1.5、 これ第やんな、第 1.5 で、かつおだしが小さじ1/4みたいな、全部入れてもらっていい？よっしゃ。なんでこれザーや。ね。ここの中にカツオだしとか入れてたらさ、混ぜてもちょっと残んのよ。だから。だから何って感じやけど、だから。だから何と言われたら、だからですよ。こうなるからですよ。カンピロバクター。ここにもな、キッチンハイターじゃで、No カンプロ No カンプロバクターって書かないな、これ No カンプロバクター。2分ほどよく混ぜ、2分ほど炒めにするって、あ、また2分測る人ね、から美味しい汁も出ますからね、こうしてね。静かにやるやろ。ちょっと私これやってない時は基本静かやからな。だってこれやってないのに誰に向かって喋りかけんのっていうことやから独り言多かったら怖いでしょ。そういうこっちゃ。だからこの前友達と話なってんけど、例えばね、まあ、これ人それぞれの考えがあると思うねんけど、私の考えですよ。例えば、友達からの LINE を私が見たのが夜中1時やとするやん。で、その友達は10時ぐらいに返信を、なんか LINE くれてて、返信ないね。で、私が見たのが夜中1時やとしたら、皆さんどうしますかってこと。友達から LINE が10時半ぐらいに、夜の10時半に入っています。でもその LINE に気づいたのが 夜1時でした。どうしますかって言ったら、私は次の日の朝の7時以降に送り返すようにすんねやんか。まあ寝てる時間も考えて、で、向こうの生活リズム、お子さんのこととかも考えて、まあ、この時間やったら起きてるかなって、なんか寝てる時間やったらあかんかなと思ってね、やんねんけど、例えばさ、
はい、ああ、これか。びっくりした。なんか怖かった、急に。なんか急に怖かった。よし、これでいっか。よし。これちょっと冷ましといて。せやけど、たまにさ、朝の4時半とか5時とかに、返信の LINE くれたりする人もいるわけ。私がそれこそ、私が逆に10時ぐらいに送ったら、夜中2時、3時でも返信してくれる人がおんねんけど、私の中では、多分向こうはちょっとでも早く返信した方がいいと思ってやってると思うねんけど、私の中ではね、マナーというか、相手のことを考えると、一番は早い返信よりも、もしこの LINE でピコーンとかで起こしたらあかんなと思ったら、LINE するべきではないんじゃないかと思うわけ。これ皆さんどうですか？私はね、私はすぐに解散方がいいんかな。夜中、時間帯にもよんねんけど、なんかさ、そういう話になって、んで、なんでその話になったかって言ったら、うちの友達が新しい会社に勤め出してんけど、ほな、そこのいろんなやり方が、グループラインがあんねんて、会社のグループラインがね。で、会社の、私何で、こんなアホみたいにこう喋ってんのよ、これ。なんかしながら喋りなさいってか。じゃあ、先生、肉。お肉、豚肉ちょっと切りましょう。これは一回カンピロバクターのためにこうやって。で、その友達は会社のグループラインみたいなね、50人ぐらいのグループラインがあるの。これ、それが何が大変かって言ったら、今出所しました、今退社しましたっていうのを、そこに全部みんながライン送るらしいの。はい。ね、頭何時何分出所しました。何時何分退社しました。言ったらタイムカードの代わりのような感じで、入った出たっていうのをそこにやっていくっていうシステムらしいねんけど、で、それがね、別にひっきりなしにパン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 って言うたら、夜中遅く退社する人もって朝早く出社すると思って、一日中その携帯がその出社退社出社退社出社退社って一日中になってるのが、もう頭おかしくなりそうやねんって、あれいるとか言って、それいる、そこの会社の方、私分かれへんけど、だから、分からん、そこの会社の人たちは、もともとずっとそういうシステムやから、全然それが苦にならないかもしらんけど、うちの友達は、入ったばっかりやから、で、前の会社がそういうシステムじゃなかったから、すっごいしんどいねんって、その感じが。嫌だよね、それ。で、無音にしてたって、ブーとかなったりさ、で、パッて見たらさ、なんか LINE のとこ100何件とかなってんねんて。で、見たら全部、出社退社、出社退社ってなってんねん。もうええわってなるような、そんな。よし、この豚肉を、小分けにしていく作業もしましょうか。こんなんばっかりしてるよね。でもやっぱりこれがあるとね、なんかあった時にパッと便利やからな。これ、豚汁を先生にして。もう豚汁とか、いやーでもこれ豚汁じゃなくてよかった。いやでも豚汁の方が、豚汁やったら明日はすごい超簡単にしたいと思ってるから。これ私思ったわ、いろんな大きさ作っとくねん、これ。いろんな大きさを作っといたら、ちょっと少ないかな多いかなっていう時に選べるからな。私いつも何等分とかにしようと思ったけど、大小様々なあれでしましょう。関係ないけど、この前餃子を冷凍したから、この餃子を冷凍したやつこっちに、次はこれは餃子はロックアイスのこの入れ物に入れましょう。これね、これ冷凍しといたら、ほら冷凍餃子って売ってるけれども、それが自分の家で作った冷凍餃子がこうなるんやから。これ、こんなええ話はないよ。ちょっと一個ずつ話してやってたんや。
これを置いてた部分にお肉置いていかなあかんからな。何の報告？あ、そうですかやな。何の報告？あ、そうですかやですけど。あ、そうですかレベルですが。よいしょ。よいしょ。でもね、このお母さんの餃子むちゃくちゃ美味しかったわ。あの、だから本当にお母さんと同じようにできた。あ、くそー。あ、あ、ひっついててもこう取れるわ、これ。よっしゃよっしゃ。これがあるとね、これをこうやって、だから今度から餃子も多めに作っといて。ほら。こんな風にして餃子も売ってるもん。餃子こんな風に売ってるからって。ラックアイスってなってるけど、こうやって冷凍餃子って売られてるでしょ？うん、そういうことです。空気抜いて。空気抜かな。霜入りよるからな。霜霜。お霜霜が入っちゃうので空気を抜いて。旦那が見たらまたりえちゃんこんなことしてるよって言って。嫌だね。本当に冷凍庫もパンパンやなこれ。よしこれ。よし。ほんでこうしてこうしてこうしてでこれはこうこう。これはちょっと多めにしといてもいいときあるから、これはちょっと多いんちゃうかぐらいの多めやね。いや多すぎるか、さすがに。さすがに多すぎるか。ちょっと、キャー！まあ、別に触ったところで何がキャーやねんいう感じやし、私のキャーが本当に気持ち悪いキャーですからね。私のキャーを聞いてこっちがキャー言いたいわという感じでしょうか。ちょっと冷めたかな、このお肉のやつ。よいしょ。冷めたかな、まだもうちょっとか。どれにしていったらいいかな。これこっちにしていこうか。くそー、網の中に米めちゃくちゃ入ってもてる。やっちまったねー。上から爪楊枝どうそう。二度手間や。あのザルでやるんじゃなかったら。ふうふうふう。上から爪楊枝でトン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 って。よっしゃ。ここに、あれ、まだあかんわ。よっしょ。どうしようかな。こうしようか。よっしゃ。汁分けとかなあかんからな。こうして。2個入ってもた。よし。ほんで、もうよう分かれ。これはね、私と女だから、これほんま誰か私とね、これ一回皆さんね、私と同じタイミングで、でもこの作業があれか。
一回私と同じように作ってどんだけ早くできるのか。私もこれじゃあ逆に一回無言でやったらどんだけ早くできるのかやってみたいわ。大して変われへんのか。無言でやったってな。でも無言でやってもな。で、私普段これやってへん時は、ボイシー聞いたり、あと YouTube のトークみたいなのをずっと聞き流しでやってんのよね。洗い物とかね。だからぜひボイシーもね、8000人行って、もう500人も突破して、もう8500人やから。だから、この YouTube もね、あと1000人ぐらいで、あれやな、8万人になりますから。すごいな。私これ始めた時3万4000人とかから始めたんちゃうかな。それがこんなようにちょこ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 増えていただいて、非常にありがたいです。これ。だからこれ今日ちょっとでいいかな。もうちょっと減らそうか、こっち。これぐらいあってもいいか。もうすぐしたら子供たち帰ってきて、帰ってきた20分後、25分後にお家を出ないと間に合わない。という所存です。で、あと1時間後ぐらいに出ないといけないけど、十分できる所存です。よし。これでしょうか。よいしょ。なんか急に生活リズムが変わったから、この生活リズムに慣れるまで、いろいろなんか私も大変なのか大変じゃないのか。なんか結局ね、まあ、仕事もそのドラマのね、ありがたいことにさせていただくことになって、大阪行くこともある。ほんでなんかサッカーの役員もやって、いろいろなんかやることもある。よく考えたらそんな大したことじゃないねんけど、大したことじゃないねんけど、大したことあんのよね。うん。大したことないねんけど、大したことあるのよ。よっしゃ。よっしゃ、こっからどんどん放り込んでいくけ。さっき肉だけ炒めとこうかな。あ、待って待って。玉ねぎとお肉一緒に炒めた方が、私の中では確実に柔らかくなる気がするから、そうしましょう。ね、これベジブロス。入ってるわ。ラップが入ってます。よいしょよいしょ。いやでもね、私そのボイシーやっててね、これもう登録の仕方がわからないから登録してませんっていう方もたくさんいらっしゃると思うねんけど、だからそのどういう感じやったかというとね、そのプレミアムリスナーさんっていうのもいてるのよ。それは月額500円払ったらまた別のその人たちだけが聞ける放送や配信もあったりなんかすんねんけど、
ほんで、8000人記念みたいなので、いつも5000人、6000人って毎回生配信出すのね。ほんで、通常の無料でお聞きになれる生配信と、あとは月額500円払う生配信と、そのプレミアム配信2回やらせてもらうんだけど、やっぱこのプレミアム配信って500円払ってる方の、で、もう人数は少ないねんけど、もうやっぱめっちゃ私のことが大好きやっていう方たちが集まってくれてるわけよ。それは毎月500円も払おうと思ってくださるんやから。ね。だからさ、ルーレットでこう1対1で喋るみたいな企画をいつもやってんねんけど、もうその時にめっちゃ泣いてくれんのよ。私本当にありがたいわ。なんかその、そんな、涙流して喜んでくれるんですかっていう。あんな、本当に感謝やわ、もう。感謝と、私逆にこんな言い方おかしいねんけど、羨ましいってあれやねんけど、じゃあ今私が誰かと、こう二人でね、すごい好きな、まあ、男性、女性、どちらでもいいんだけど、二人で喋れるってなった時に、感動して、うわー、会えた、嬉しいって泣く人っていてるかなと思ったら、いてないのよ。だから私も、ね、私と喋って、なんかそんな喋ったりなんだで嬉しいって泣いてくださるのも嬉しいけど、ある意味そういう、なんか泣けたり、嬉しいとかって思えたりする、まあ、それが私やねんけど、それが私なんだけど、そうやって思えたりする人がいるっていうのって、実はすごく、羨ましとかラッキーなんていうのこれ意味わかる？私もそういう人作りたいなと思った。じゃあね、私これ思うねんけど、私がもし、めっちゃ好きでわーってなるとしたら、絶対異性やと思うねん、男性。男性に、わーめっちゃかっこいい、もう大ファンなんです、かっこいい、大好きですっていうのは男性で、女性に対して、会って泣くなんてことあんのかな。だからね、あれあるやん。何あれ。モニタリング。モニタリングって番組で、たまにやってる企画が、なんか1分間だけ、その自分の大好きな、ファンの人と喋れるっていう企画があって、なんかこう、台の上に乗ってて、くる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 ってこう動きはんのよ。その、ね。その応募してきた方がパーって回りない。で、ここからここまでが1分間やから、1分間だけがその好きなアイドルとか俳優さんとかと喋れんねんけど、そんなんも、やっぱ、俳優さんにはやっぱり女性の方が多い。竹内涼真くんとかやったら若い女の子とかがもう大好きでーすとか言っても泣きながらキャー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 言ってね。でもやっぱあれやわ。女の子、あれ誰かな、名前がど忘れ。ホリプロの女優。ホリプロの女優、もう顔出てんねん。どっかの社長と結婚した子。もう名前出てこへん。あのドラマ出てた。ミネタ君とのドラマ出てた。あれやん。顔出てんのよ。な、腹っていう感じも見えてきたな。腹っていう感じが出てきた。あのタイトル、何やったっけ、ドラマのタイトル。高嶺の花に出てた女優さんですね。高嶺の花っていうやつのドラマ、今、金麦の CM やってる女の子。うん。はあ、これ、パッと子供のあれで調べたろ。子供の携帯で調べたろ、ちょっと待って。石原さとみちゃん、腹ついてたでしょ。石原さとみちゃんやん。ほんで石原あれ今携帯持った瞬間分かって、調べてないよ今。分かった分かった分かった。石原さとみちゃんのね、ファンだっていうのが女の子ばっかりで、ほんでワンワン泣いてんのよ。だから女性が、それはやっぱり可愛い可愛いって、やっぱ可愛い可愛いで、可愛い石原さとみちゃん可愛い可愛いって泣いてんねんけど、じゃあ昨日泣いてくださった方はどういうあれで泣いてでもね、なんかその中で配信の中でおっしゃってくださってたのは、
あれ、すごく育児が辛いなっていう時があって、その時に私のそのブログとか、そういうので助けてもらったっていうことで泣いてくださってたかな。だからまあ可愛いとかは全く、可愛いからで泣いてくれた人は一人もいないんだけど、今までね。うん。まあそういうこと。だから、しかもさ、おばさんがおばさんをさ、おばさんがおばさんに対して泣くって、なかなか、いや、めちゃくちゃありがたいよ、ただほんまに。信じられへんぐらいありがたいけど。私もそういう人いないかな、男性でも女性でもいいんだけど、この人と会ったらもう胸がキュンキュンするとかさ、もう、だから一時期は、一時期ドハマりしたのが、あれやんか、また出てこへんやん。菅田将暉。めっちゃでかい声。思い出した時っていうのはでかいの声。菅田将暉くん。菅田将暉くんは一時期ずっと検索してね、もうずっとキスシーンも何回も巻き戻ししてね、そのキスシーン何回も巻き戻してた子と今結婚してますけどね。うん。でも何も悔しくも何でもない。なんで悔しがらなあかんねえ感じだけど。だからまたなんか俳優さんとかなんかドラマで、だから今韓流ドラマもね、また見出したら。あれ、なんか、よかった。こういうでっかいジャガイモを言うのはね、時にヘンテコリンな時かな。これ豚汁やけども何でも入れていいでしょ。ちょっとジャガイモはちょっと大きめに切って、大きめというか分厚めに、いちょう切りぐらいでして。美味しかったらいいんでーす。何でも入れちゃれい。チョレイ!チョレイですよね、チョレイ。よいしょ。人参先生。人参先生、これぐらい入れとこうか。こっちの方入れようか。あとで こっちのこれぐらいが使いやすいからな。こっちはこっちに入れときましょう。大根も出しとけばいいの。私は一回一回こうするから、こう、パッと出しとけばいいの、そこなして。これも、どれぐらい切るか迷ってもらえない。これ。よいしょ。ベジブロスもパンパンやからな。ちょっと前までこれベジブロス類に入れてましたけど、これはもうこっちに入れましょう。よいしょ。ほんで旦那がこれにあれを入れてくれたかな。厚揚げを。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よこしょ。なんかドハマりする俳優さん。なんかいるかな。それこそね、その今度ドラマ出させていただくので、もうちょっと収録撮影したりしてるところもあんねんけど、高橋克典さんとね、なんか一緒のシーンとかあって、でさ、私もなんかこう、もうね、かっこいいね、めちゃくちゃ。うわ、めっちゃかっこいいとかじゃないね。
いやもうそんなこと言ってない。もう絶対もうずっと頭の中で、もうすっごい短いセリフやねんけど、短いセリフやからこそ、もうこんなことで間違えたら、長ゼリフの人がおんのに、私で間違えてもう一回やり直しなんだどうしようという、もう、そらかっこええなぁなんて思ってる暇ないのよ。もうほんまに。だから、かっこええなぁって。でもやっぱかっこええよ。高橋和美さん、普通に。めちゃくちゃかっこいい。かっこいいし、めちゃくちゃ気さくやわ。あの方。すっごい気さくな感じ。それいいよね。なんか気さくにお話しかけてくださったとかさ。そういうの非常にありがたいです。よっしゃ。人参は薄っぺらい方がいいんです。で、これね、私の中でほんま沸騰したお湯にこの人参入れたら人参がぐちゃぐちゃなんねんけど、水からやっていったら絶対ぐちゃぐちゃなれへんのよ。土より、まあね、これを初めて見た方もいらっしゃるかもしれません。で、初めて見てくださった方は今もう1時間過ぎてますから、当の昔にもうチャンネルを切っていると思うんですけど。もしいたとしたら、土から下のものはお水から。土から上のプロのは、お湯からという。そうしたら美味しさもちゃんと出ますよ。煮崩れしないよっていう風になってます。よいしょ。ほんで、あとこれタケノコ入れて。タケノコ入れて。よっしゃ。タケノコ先生とちょっと最後にあれだけ入れたらいいかな。何の間ですかっていう感じですけどね。私の中でいろいろあるんですという。よいしょ。椎茸も切ろうかな。もっと、一番これ大きい鍋だよね。これの、まあ、いっか。私何でも具とか入れすぎてまうのよね。自分がタケノコ好きやから。これどうかな？すごいワンサかなりがちかな。十分か。いや、これ入れてもええやろ。よいしょ。だからちょっともしかしたらこれからランチ会とか、なかなか、こう、前までやったらね、全然前後で動かせてたりしたけど、で、私だけの都合じゃなくて、一応配信の時に裏で待機しとかなあかんね。会社のところで何かあった時にすぐ対応できるスタッフさんっていうのも、私だけのスケジュールじゃなくて、その方のスケジュールとかも必要になってくるから、だからもしかしたら、ちょっとランチ会が、こうそんなお休みすることがまたこれから先も出てくるかもしれないですけどね。申し訳ございませんでになっちゃいますけれども、よいしょ。だから何しよう思ったかな皆さん。あはんでくん入れて、あ、しいたけ、しいたけは先生です。こっちは2個だけでいいか。よいしょ。竹尾先生、こっちベジブロス用にしましょう。これでもういけるかな。よっしゃ。
小松菜も入れとこう。だから小松菜は後で入れるわ。だからもう皆さんの中では小松菜を入れるところは見られないと思ってください。残念ながら今日は小松菜を入れるシーンはカットします。どうでもいいわよ。小松菜入れるとこ見たかったっていう人が多分一人もいないと思うので、小松菜を入れるところはちょっとね、いいでしょう。汗は旦那があれ言ってたな。あのやっぱ豚汁ってやっぱさ、肉入ってるから旨味が出てやっぱ美味しいんだよね、お味噌汁って言っても。だから厚揚げ入れてほしいと。私が揚げの刻んだやつあったよね、誰に聞いてるのか分かりませんけど、揚げの刻んだやつあったよね。あ、ギー、あったあった、これこれこれね、冷凍、これを後で入れましょう。よいしょ。よっしゃ、もう行こうけ。お汁をよく飲むから結構ギリギリまでお汁入れて、はい。ということでこれをあと沸かして、ここ洗って、これをこの炊飯器に入れておしまいでーす。ということでここで切りましょう。ちょっと私もねゆっくりしたいと思います。ほなほな、次はみんなで食べているところです。あっぶねー、はいはいはい、食べましょう。いただきます。今日はテンションめっちゃ低い。いただきます。いただきます。炊き込みご飯美味しそうです。キャラメルマシュマロ、これ全部か。あ、そんなこと。リンクやってる。四月期なのゲームで、まずおそれ塩昆布とキュウリだけ。いただきます。うまいでしょ。塩も食べてごらん。これ塩昆布とキュウリとごま油にしてみた。これキュウリだけで、はい、持ち上げました。はい。いただきます。うん、簡単で美味しかった。あんまりきゅうりだけだったらめっちゃうまい。きゅうりだけだったらうまい、うんうん、どう、今日小学校でも豚汁だったんでしょ。うん、学校の豚汁の方が美味しいかな。うん、学校の方が負けたか。お母さん、いや、めちゃくちゃ熱いから学校超うまいよ。そうなんだ。ママの方が美味しいかな、知ってる。ナイス。うん、じゃがいもだっけ。うん、じゃがいも入ってる、入れた。じゃがいも入れなきゃなった。かぼちゃ、かぼちゃ入れたら。かぼちゃ入ってるの。入ってない、投げないじゃん。え、めっちゃ美味しいよ。かぼちゃの入った、あ、美味しい。だって米ご飯も美味しくて、普通に美味しいよ。いいお味だね、いいお味。あ、これってさ、これだよね。うん、いや、たぶん入ってない。あっちゃ、うん、じゃあめちゃくちゃ熱いの。だから学校の方が美味しい。いや、学校の、もうちょっとさっきご飯食べちゃう。うん、ママの方が美味いかな。うん、あの気使わなくていいから。うん、うん、学校のご飯めっちゃ嫌い。ご飯って白いご飯のこと。なんで固まってるから。そう、めっちゃ固まってて、何、家と同じ味じゃん。固まってるんだ、めっちゃまずい。白ご飯が全然固まってない。固まってはないけど、家と同じじゃん。それ分かりやすい。何しに来たの。いいの開けて。あい、鍵が開いてんの。閉める。ふい、キャラメルマシュマロイチゴ。パッと見はなんかしょぼい食卓やな。でも美味しいじゃんね。いつはここら辺に見てんのに、今日これ、うん、だってさ、
炊き込みご飯だったらなんかおかずがあってなんか食べられる？お味噌汁とこれだけでよくない？ダメ？いや、いいんじゃない？いろんなおかずが入っててさ、この中にいっぱい野菜入ってて、ここサラダあってもいいけど、サラダあっても食べるのお兄ちゃんだけだもん。僕がいっぱい食べれるとしたら、うん、まあ、そこに、まあ、ママのピザ、ポテト、炊き込みご飯、豚汁、うん、唐揚げは？あと唐揚げ、天気からだ、うん、あ、そう、あーちゃんの金魚から揚げ、ハラバーちゃんの餃子、うん、あれ次のお父さんのハンバーグ。でもこれきっと昆布が多いかも、うん、辛い。すぐにばっか食べて昆布が残ってきてるんじゃないでしょ。見て昆布とキュウリ一緒にさ、あかりもキュウリだから。すぐキュウリだけやったらめっちゃうまい。昆布食べてごらん、美味しいよ。あ、昆布ね。食べてもないのにお前さ、昆布って海苔の仲間だよ、海藻類。海苔好きでしょ？韓国海苔が好き。ごま油じゃん。この韓国海苔作ってる海苔で。いいよ、もう買った方が早いよ。自分で作るか。そして。だって俺もう作れるようになったから、卵のやつ。お父さん、お兄ちゃん。あの長いの作ったっけ？スクランブルエッグ。あかりもここまでスクランブルエッグだっけ？エッグで見て、こうエッグを作ったんですよ、うん、で、僕が止まらなくて止まらなくて、ふわふわだったね。めっちゃうまかったです。あれは、リュウは料理が上手になりそう。まあ、ママよりも上手だった。ほんと？ちょっとだけおかわりする？あ、じゃあ俺も、はい、ちょっとだけにしとけば、これぐらいで食べられるね、もともと少なくて。でもさっきぐらいでいい？うん。見て、このめっちゃでかいお肉。お肉大きい、お肉大きく切ったんだ。またおにぎりにしといたらな、できるか。うん、あれ、おにぎりの中に入ってる具だから。何？ねえ、おにぎりの中に入ってる具だったら絶対ツナマヨ。ママ、うん、で、ふりかけは今シュンと喋ってる、うん、ふりかけはゆかりか。ゆかり好きじゃないじゃん。いや、めっちゃ好き。なんか紫でしょ。うん、ちょっと酸っぱいやつだよ。あ、そう。あ、じゃあ今度ゆかりのおにぎりでしょ、うん、うん、だからあかり言ったんだよ、うんうんうん、あかりおにぎりの中と、あのゆかりと、ゆかりと鮭、ね、ゆかりと、あの朝に食べてるやつあります。ゆかりはゆかりと鮭、ツナマヨ、なんだっけ、納豆巻きじゃなくて。納豆巻き美味しい。これ納豆嫌いなんだ。あ、そうなん。あかり、丸の鉄板巻きじゃなくて、きゅうり巻き、ネギトロ、あ、ネギトロ、あ、あれ、マグロ、納豆巻きのさ、中にあれ、マグロが入って、うん、かマグロか4個うん、納豆巻きの中の納豆じゃなくてきゅうり入ってるのは何巻きって言ったの？きゅうり巻き、かっぱ巻き。おお、正解。なんか暑いから具だけしか食べたかったの。お願いします。うん、おいしいね。すいません。じゃあ終わりますか。はい、ニュース、あかりから。やこやこばふやこやこやなんて。ニュー僕？うん。これ僕好きじゃん。これ僕好きじゃん。このキュウリだけ好きじゃん。な、100点満点。よっしゃ。102点。よっしゃ。
高得点でした。あ、次僕100。うん、コツボタン点でございます。コツボタンベルマークもやってください。お願いします。お願いします。ママ今にあんまりいつものせーの、あたすあずるごおり、だもけこ、いつものせーの、ぺかんぽかんぽかん、あたすあたすのこと。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン、ベルマーク、静か。なんか疲れたな、今日。ゆっくり食べよう。赤ちゃん消してくれる？いいよ。傘もおかわりしよっかね。よ、おむが。